市内在住で愛知県健康づくりリーダーの資格を持つ藤井さんが、健康づくりのためのストレッチを指導しました。7月25日、道後町スポーツシティ愛知で、藤井康之さんによるリンパ腸活ストレッチが行われました。日進市在住69歳の藤井さん、かつて市役所で働いていて、健康で長生きできる高齢者を増やすため、あいの山福祉会館で高齢者に健康体操を指導していました。退職後には健康づくりに関する研修を修了し、愛知県健康づくりリーダーや日進市運動普及推進員の資格を取得。そして今回初めて東郷町スポーツシティ愛知の利用者に向けたリンパ腸活ストレッチを開催しました。およそ20人の参加者は藤井さんの指導のもとストレッチを行います。藤井さんは参加者と積極的にコミュニケーションを取りながら、体内の老廃物などを流すリンパマッサージの大切さや、腸の働きを良くするための呼吸などを指導しました。各自その後ろで大きさでいいんですけどね、こうやって後ろで、下、上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 、下。藤井さん手作りの足の模型が登場すると、会場からは笑いが起きていました。楽しいを大切にする指導を心がけていると藤井さんは話します。和やかな雰囲気の中、参加した皆さんは自身の体を手でほぐしていきました。この手のひらで引っ張る、はい、ここは力入れて念入りにやりました。で、筋肉は揉まなくちゃいけないから、手の筋肉も揉んでやる。他にもストレッチポールやボールを使ったストレッチも行われます。参加者はゆったりとした伸びを感じながら体の筋肉を動かしていました。もちろん朝ごはんも食べましょう、軽いストレッチもしましょう、そういったことです。ありがとうございました。終わります。なんか伸び伸びと体を動かして気持ちよかったです。体のためにはすごくいいと思うので、これからもやってみたいと思います。参加者も皆さんもそうなんですけど、和やかにできたのがすごく、楽しかったです。実は申し込み制じゃないんです。当日自由参加でやってますからね。今日は20人近くの方が入ってきていただいて、僕は初めてなんですけど、この体操を開催したのはね、反響が良くて非常に嬉しく思っております。